間に合わなかった。こんばんは、予定ゆりなです。わあ、猿がいっぱいぶら下がってる。ね。負けたんだが。寝起きですか？だって。いや、全然寝起きじゃないけど、眠いだけ。あれ当たらない。え、26だよね。さっき当たったんだけどな。惜しい。そう、眠いんですよね、まだ。そうそうそう。あ、終わった。早っ。1分経たずに終わったんだけど。はいや。はいやーい。そんなことある？早すぎるやろ。ぶっさーい。特に今日何もないんだよね、話すこと。逆にさ、毎日配信してる人ってさ、毎日何喋ってんのって、たまにこの質問さ、みんなに聞くんだけどさ、毎日配信してる人ってさ、毎日何喋ってんの？すごい気になるんだよね。なんかさ、仕事がさあるんだったらさ、なんかこのイベントがありましたねとかってさしても結構1時間ぐらい喋ったりよくするじゃないですか。でもさ、こうやってさ、何もない日ってマジで何もないじゃないですか。言うこともないしさ、だからコメント見ながら話してるよ。だって、うん、でも私のコメント欄あんまコメント流れないからな。何喋ってんだろうってめっちゃ思うんだよね。話すネタがなさすぎてさ、何喋ってるんだろうと思って。なんかその、なんていうの、話す内容のものが、そう、ね、今日レッスンではない。レッスンって何？レッスンの定義によるかもしれない。まあレッスンとやれればレッスンだけど、そうじゃないって言えばそうじゃないみたいな。
まあ、今日一瞬だったから、マジなんなら仕事20分やった。20分もかかってへんな、10分ぐらいで終わったから。はい、や仕事までに行く場所の方が時間かかったっていう、そのためだけに今日は行ってきたんで、そうですね、往復の方が何倍もかかりましたね、時間の一瞬のためだけにね、今日は仕事に行ってきました。次何歩30か、なんかね、頭痛いんだよね今、なんだかわかんないですけどね、なんだか知らないけど今頭が痛いです。なんでかって言ったら多分ね、寝てぼーっとしとったけんだろうね。寝て起きたら頭痛いよね、よくあるんだよね、そういうこと。昼寝ってかも完全に夜だったけどね完全に夜だったけどなって感じね、ほんと、まあ、最悪の時でも気づいたら撮ったんだよね今日も。また普通に YouTube 見ながらチーンって気づいて寝てたびっくりした、ほんと起きたらね、あれ寝よった自分やっぱーと思って、ほんと怖いよ。あれメール書いたんだけど、それそのやつ見てないか、まだ見てないか届いてないか知らんけど、え見てない、嘘、でも1時間以上前ぐらいに送ったような気がするんだけど、来てた、あびっくりした、びっくりした、来てたね、よかった。でまたメール届いてないやつかと思った。なんかさ、今までに何回かあったじゃないですか、メール送ったけどな結局さ届かなくったみたいなやつがさ、今まで何回もあったから、また届いてないのかなと思った。忘れたわ、届いてた、よかったよかった。ねえ、最近ドボン勝てないんですよね私も、勝てない時はとことん勝てない、ずっと勝てないだいたい最下位とかドボンされるとか、なんか一回続くとずっと続くよねそれ、なんでなんだろうね、なんかわかんないけど、一回なんか勝ったら結構何回かでドボンドボンドボンできたりとか上がったりとかできるけど、一回最下位とかになってるともうずっと勝てないですね。そういうのたまにね、なんかやりますよね、そういう感じのことね。長いな、ほら、あ、32分できんかった、終わってないんだけど、長い、さっき1分も経たずに終わったのに、これめっちゃ長いんやけど、イエーイ、ドボンした、次は34分か、普段オート使ってる？使ってないわ、全部自分でやってるよ、もちろんでしょ。しかもオート使ってるって何、オートってオートって何、そもそも何オートって、オートマ軽トラ免許証の話、ちょっと待って、オートが分かんないんだけど私、オートって何オートって何、そんな機能があるの、何オートって分かんないんだけど、オートってなんだ、勝手にカード出してくれるやつだって。
そんなのあんの？全部手動でやってんだけど。嘘、そんなのあんの？すごい。どうやってやんのそんなの。全然知らんかったわ。全部手動でやってんねんけど。そうなんや。でも確かにこういうさ、イベント期間でさ、とりあえずたくさんこういうドボンをいっぱいしないといけない時にはまあ有効な便利なツールなんでしょうね、きっと。なんか、こういっぱいやっていっぱいやらないと上がれないみたいな時とかは確かにそれを自動でやってもらってる間になんか違うことができたりとかするから、まあそういうのは便利な機能なのかなと思いますけどね。そう、それはちょっと使ったことないですね。たまになんか電車の中でやってて、こう電車とかってさ、電波が悪い線とかやっぱあるじゃない、地下とか地下鉄とかなんか分かんないけど、電車って大体埋まってんじゃん。埋まってないか、なんか分かんないけどさ、こう切れちゃったりとかして、で切れちゃってこうなんていうの、接続がみたいになって、でああってなって、もう一回入ったらさ、そのさっきやってたあの試合がありますってみたいな、戻れますみたいな感じでは戻って、それで試合が終わってなかったら戻れたりとかするけど、でも多分そういう時とかは多分その自動で多分やってくれてるやつが代わりにやってくれてるんかな、分からんけど、そういうなんていうの、電波が悪すぎてこう切れちゃった、サーバーがこう切れちゃってもう一回やり直した時とかは多分そういう自分カード出してることになってるから、多分そういうあれがついてるんだと思うんだけど、普通にこうなんていうんだろう、やってる時は使わないよね。そう、うん、なんか別にもっと使ってない、全部手動でやっとる。だからこそ時間はない、時間がなんていうの、ある時じゃないとできない。携帯を何かこう使ってやってる時とかはだからドボンできないよね。使わないでしょ普通に考えて。使わないよ。逆に何のために使うの？あ、でもそっか、数をいっぱいやらないかんからか。そうだよね。まあそういう時はあるよね。そうだよ。私は基本的に使わないっていうか、使い方知らない。今日初めて知ったんだけど。そうだから、できない時はできないね、ドボンが。だから。ドボンができない時とかは全然してない。なんか例えば何かをやらないといけない、何でもいいけど時とかはなんか触ってられないから、例えばなんか普通にダンスを覚えるとか、立ち位置本見てるとか、歌の練習みたいなんでさ、こう歌詞見ながら音かけてみたいなやるじゃん時とかはもう使えないからね。そうだから、なんか私がよくやってるのはまあ移動中だよね、電車の中、仕事、今日もあの仕事朝行く時になんかあの電車でやってたけど、どうも。そういう時はね、告知もしないよね。だって普通にさ、なんていうの、ずっとやってるわけじゃないから、そう、電車の時とかってさ、こう乗っててこうやってガタンガタンって、でもさ、こう乗り換えの時とかはさ、こう触れないし、なんかいつパッてねくっついちゃったから終了とかってもできるわ、あれ分かんないから告知は特にしてないけど、まあ、移動中はよくやってる、なんもない時はね、なんか
レッスンがある時とか、なんていうの、コメント更新してる時はやってるなと思う。私のコメント更新してない時もある。コメント更新せずにやってる時もある。ちょっとコメント更新するの忘れてるからね。そう、なんか本当に移動中でちょちょってやる時ので、あ、コメントって思ったら更新するけど、思わんかったら全然更新してない。気づいたら、あ、しなかったわ最近とかみたいなね、もう結構あるかなって感じかな。割とね、なんかあんまりコメントは更新しないね。気が向いたらっていうか気づいたら、忘れとったら全然せえへんそう、なんかするときにあーって思ったら更新してるけど、一緒にねやるタイミングで。でも忘れてるときもあるから、コメントのこと。そのときはねしてない。ちょっとしか時間がないときとかはもうコメントなんぞ更新せずにドボンやってる。そう、気まぐれっていうか気づいたタイミング、なんかまだなんかこう更新してパッて見たときに、なんていうの、そのなんぼいいねがつきましたかみたいな出てるじゃないですか。あれが少なかったら買えないあれがなんかなんていうの、ちょっととかだったら買えない。そう、200ぐらいにいってたら買えるけど、そうなってなかったら買えない。だって買えたところでじゃないと思っちゃうんだよね。なんか全然まだあれだから買えなくていいかなと思って。そう、そう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 、そうが割とねやってるんだけどね。そう、あんまやってない時もあるけど、移動中やってる時はやってる。でもなんかフリブイ見たりとかしてる時もあるしね、普通に。そうそう、フリブイ見たりとか、まああとはもう普通にね動画見たりとかもしてるし、自由だからね。そう、まあ最近は移動中はなんかそう移動中はやってる、なんか動画見ながらやってる。一石二鳥じゃない？自分の好きなさ、自分の好きななんかアニメとかそういうのドラマとか見ながら、ドボンもさ今イベント中でもうちょっとで終わっちゃうから、それでドボンもやらないといけないから、それもやりながらで、しかも好きなもの見てるから気分もルンルンでいいでしょう。そういうモチベーションの上げ方をしながらやっております。え？全然当たんないねみんな全然当たんないね。目がジボジボする。
うんうんうん、やばいやばい、私だ。時間つけてんのかなって。嘘、ずれてんのかな、わかんないな。自分では合ってるって思ってるんだけど自分では合ってるんだけど、0秒で押してるでしょ。みんな何秒で押してるの？0秒で押してるんだけど。0秒だよね。じゃあここにね、ほら00秒って書いてるんだけど、おかしいな。まあ当たんないのはいつものことだからあれなんだけど、あれじゃ、何も考えずにやってる時の方が当たったりするからね。ね、そうじゃない？私普通になんか全然告知とかせずにドボンやってる時とか、たまにファンの人と当たるんだよね。1日1回ぐらい。そうそうそう、告知してないのよ。やるとか言ってないし、普通にあの移動中とかにちょっとでやろうみたいな感じでやってる時にね、当たったりとかするんだよね。すごくない？そうなると嬉しいよね。えー、ちゃんとやってくれてるっていうね、本当にいいと思って、やったっていう嬉しさ。告知してさ、だったらさ、なんかさ、その告知してるから当たるかなってやってくれんじゃん。でもさ、告知せずにやってるってさ、そういうことじゃん。あの普通にさ、なんか私がイベントやってるから、なんかおっと思ってさ、頑張ってくれてるじゃん。だからね、なんかその普通に何もしない時に普通にこうやってやってたら、ファンの人が当たって、まあ、ファンの人か分からんけどね、ファンの人って思ってるけど、私はそう、ファンの人と当たって、なんか私のあのきらめきとか称号と、そのカードと、まあ、私の知ってる名前の人とかで、おみたいなね。そう、当たった、やってくれてんじゃんちゃんと、と思って嬉しいと思っちゃう。めっちゃ食らったんだけど、最悪だ。あー、マイガー。おー、眠たいね。メイク大人っぽいね。だって本当バリ薄いよ今日。そう、バリ薄い。いや、わかんない、みんなからしたらだいぶ濃いかもしれんけど、私からしたらバリ薄い。だってまつげやってないもん。あ、でもまつげやってない分ちょっとアイシャドウがこあの濃いけんかもしれんね。うん、濃いけんかもしれんね。まつげをね、上げてないですよ。もうちょっとまつげ上げた思えばパチパチしてるからね。これは普段メイクです。何メイクっていうか、手抜きメイクというか、10分20分で終わるメイクそう、ちょっとなんかバチバチにやるまではいかんけど、まあ、ちょっと出ても恥ずかしくない顔面みたいな感じのセッティングです今日は。あ、48分間に合わなかった、間に合わなかったよ、ショック。終わるのがギリギリ間に合わなかった。小田と同じぐらいあくびしてる。あ、小田もめっちゃあくびすんの？私もよくあくびしてんね。眠いからね常に眠いね、常に眠いのよ。嬉しい、美人よ。だってありがとう、嬉しい。こんな美人はね、これぐらいのね、これぐらいの度合いはもうその辺に転がってるよ。これぐらいの、これぐらいはその辺に転がってる。その辺、街歩いといたら多分行けるよ。多分渋谷とか新宿とか歩いとったらね、多分こんなんいっぱいおる。こんなんいっぱいある。あ、待って、あ、50分じゃん。うち49分だと思ってめっちゃ待ってたわ。違うか、間違えたわ。そう、バッチリメイクに見えるのはなんだよ。なんかね、私もさ、バッチリメイクしてないのにさ、よくバッチリメイクだね今日はみたいな
言われるんだけどね、バッチリしてないから。バッチリやってたらこんな目ちっちゃくないからね。もうちょっと目はでかくなるから、まつげを上げると目はでかくなるからね。でまつげを上げるとまつげ抜けるんですよ、いつも。パパパパって。そしたらもうほんと生やすの大変だから。もう何もない時はまつげは上げないでんす。しかも今日アイラインこの目尻しか引いてないから、目尻と目頭しか引いてない今日。このまつげ部分のとこはね、引いてない。引いてない。あれじゃない、今日前髪を上に上げとるけんじゃないとか、わかんない。髪型って結構重要だからね。髪型で割とさ顔変わるよね。本当に似合わない髪型すると本当可愛くないけど、似合う髪型すると本当に可愛いよね。まあメイクもそうだけどさ、どういう感じのメイクをするかによっても本当顔って変わるなと思って、すっごいよね。だってさ、メイクでさ、詐欺メイクとか整形メイクって言われるぐらいさ、メイクで人のさ見た目ってほんと変わるじゃん。なんかすごいなってめっちゃ思うんだよね。ほんとなんか素晴らしい。メイクってメイクと髪の毛って素晴らしいね。だからアイドルはメイクも髪の毛も超こだわってる人は超こだわってるんだよ、きっと。特に前髪とかね。うん、ちなみに今日はちゃんと私前髪あったんですけどね、まあ、家に帰ってきて前髪上げてしまいました、すいません。家に帰ってきて前髪を上げてしまった結果、こういう感じでね、いつも通りの顔面になりました。そう、これぐらいのメイクが好きです。嘘、めっちゃ薄いじゃん。顔ペラペラだよこれ。これでさ、あの劇場とかコンサート立ったら顔めっちゃ薄いと思う。多分負けちゃう。あ、でもね、でもメンバーでも薄い顔薄いからな、羨ましいって思う。私はなんか薄いメイクには自信がないの。なんでかって言ったら、自分の顔に自信がないから。塗ったら可愛くなるってまだ信じてんの。なんかよくさ、若い頃メイクが濃くて、やっぱ年いってくるとだんだんメイクって薄くなってくるっていうか、なんか引き算が上手くなってくる。昔ってさ、足して足して足してどうにかって感じだったけど、なんかあの大人になってきて引き算メイクができるようになってきたとか、ゆきりんさんの動画とか見てるかな、みんな分かんないけどね。ゆきりんさんもね、そうやって言ってたの、動画内で。引き算メイクで、ゆきりんさんもめっちゃナチュラルじゃん、メイクね。あともされたし。でもなんか自分的にはなんかまだその引き算とか薄いメイクが本当に漏れない、本当に漏れない、可愛くない。でも自分が可愛いって思わなければなんか、だからね、誰だ、コミさんも言ってたの。なんかメイクさんにメイクが濃いよって言われたとしても、なんかあの自分はこれで可愛いって思ってるから、なんか自分のモチベーションのためになんかそのってね言ってたの。でも確かにって思った。だって自分がそのナチュラルのメイクがいいって言われて、ナチュラルのメイクにしたとしてさ、自分がそれを自分で可愛いって思わなければさ、ステージに立ったところで自信満々の顔でさ、パフォーマンスできないし、なんかえーってなっちゃうじゃん。だからやっぱそういう自分のモチベーションだってさ、そのために人って髪の毛を染めたりネイルをしたり、まあ松エクしたり松パしたりとか、まあいろいろするわけじゃないですか。だからそういうことなんだなってすごい最近思ったよね。あの薄いメイクがどうしても苦手な私。もう薄いメイク、グラビアぐらいしかせえへんからな、本当に。マジグラビアの時のメイクは私がやってないし、私は何も関わってないんで、あのもうされるがままなんですよ、全部。髪の毛もメイクも、だから何もあれなんですけど、もうグラビアぐらいでしかあんなナチュラルのメイク絶対しないかな。あれぐらい薄いメイクでちょっとステージには立てない、人の前にはちょっと出られないな、自信がなさすぎる。じゃあもっと塗りたくらないと。ちょっとグラビアはほとんどねメイクしてないからね。そうなんですよ、どうしてですかね。ゆなちゃんは顔の輪郭ははっきりしてるよ。だって本当嬉しい。でも顔の輪郭出すの好きじゃないんだよね。好きじゃない、好きじゃないって言っちゃって本当に申し訳ないけど、あんま自分の顔が好きじゃないから、そう、どうしてもね、あんま自信がないんだよね、自分の顔面に対して。
マイアミは菌って言ってたもんね。そう、マイアミはね、バイキンだから、なんならこれもバイキン、これもくくった方がいいよ。私は後でくくるけど、さすがにショールームしてる時はねと思って、ちょっと今日はさ、昨日はねめっちゃ顔面出してたから、今日はちょっとさすがにここぐらいは下ろそうと思って下ろしてんな。劇場コンサートはまた別でしょ。まあ確かに別だけど、でもマリアのメイクとか見てみて、めっちゃ薄くない？私あれからしたらもうほぼすっぴんなんだけどマリアはでもあれでも塗ってるしメイクしてるし、でも逆になんか濃くしようと思っても濃くできないって言ってマリアが前言ってて、そう、でも私は逆に濃くしかできない。私は本当にメイクさんにもメンバーにも濃いって言われる、メイク濃って言われる。いつもなんか、え、今日私どうですか、ナチュラルじゃないですかとかで劇場の時に言うんだけど、メイクさんに、あ、全然濃いよ、いつも通りって言われるの。それぐらい私は薄いと思っても濃いんだよね濃いんだよね、そこはちょっと分かんないよね。そうなんですよねなんかさ、この前さ、あの一緒にあやねとさ、ショールームコラボした時、仕事で一緒だったんだけど、その時にね、なんかあやねが結構その期間全然私たち会ってなくて、仕事が一緒になってなくて、私もあの時ね久しぶりにメンバーと仕事みたいな感じだったの。なんかある程度のメンバーと会ってるけど、やっぱそれ以上のメンバーと会ってなかったりとかだったから、なんかすっごい久しぶりだったのね。そしたらさ、なんか自分久しぶりメイクしたので、あやねとかさ、私その時グラビア結構出させてもらってて、薄いメイクだったから、なんかあやねがなんか、いや、グラビアの薄いメイク見すぎて、なんか今日見たらやっぱ濃いなメイクって思ったよって言われて、やっぱりっていうね。なんで薄いの可愛いじゃんって言われたけど、全然ダメダメよ、薄かったらもうすっぴんみたいじゃん。濃くないとか可愛くないの。まつげは一番メイクでこだわってるのはまつげ。まつげはもうどう頑張っても上げてないとダメ。このね、結構まつげちゃんはね、アイドルちゃんをよく気にしてるよねってメイクさんが言ってた。うん、前髪とまつげは結構こだわりが強いメンバーが多いってメイクさんが言ってた。そう、一番気に入ってるメイクはどんな感じのやつですか。一番気に入ってるメイクは、私は基本でもまつげがさえ上がっと、まつげ上がってて、ファンデーション塗ってて、チーク塗ってて、お口が色がついてて、まつげはもうバッサーって感じ、なんかサンじゃなくてバッサーって感じが一番気に入ってます。私は目の横幅はあるんだけど、目の縦がちっちゃいのね、わかる、縦がないので、私の好きなお目目はこうね、メンバーとかでナギとかナルみたいな、こう丸っこいお目目が好きの、まん丸なお目目が好きの。でも私の目ってどっちかというとシュッて切れ長い目だから、だからまつげでその分縦を出したくて、まつげをバーって上にやって縦を作ってるつもりなので、自分で。私涙袋がないの。これで涙袋があったらもっと丸っこい目に見えるんだけど、私涙袋が一切なくて、涙袋書いてんだけど、でもやっぱ時間が経つと涙袋なくなってきちゃうの。だからまつげはとりあえず上げといて、とりあえず丸っこくしたいなっていうお話ですよね、本当ね。はい、そう。でもね、多分私が濃いって言われるのは分かる。なんでかって言ったら、そのメイクでなんか劇場とかコンサートだったら光でだいぶ飛んじゃうからいいんだけど、やっぱり普段とか、なんていうの、そういう、そうだな、例えばまあ、そうだな、例えばまあ、私はあんま出ないけど、歌番とかテレビとかってなってくると、またメイクの、なんていうんだろう、変わるじゃないですか。だって別にさ、歌番とかさ、その収録バラエティとかでさ、ガンガン光で飛ばされるわけじゃないから、そう、コンサートとかしてる時のメイクはそれぐらいで多分光で飛ばされていい感じなんだけど、多分そういうのになってくると、なんて言うんだろうな、多分濃いってなっちゃうから。でも私は基本的に劇場とかコンサートとかイベントしかしないから、薄いのが分からん。だから普段でもいつも通りの劇場とか出る時のメイクをしちゃうし、それに私が慣れちゃってるから、それ以上薄くすると、え、薄くない自分って、え、なんか物足んないなって思っちゃうんだと思う。でも多分歌番とかいっぱい出てる、テレビとか出てる子は多分テレビの時はこれぐらいの濃さが一番漏れるだろうとか、コンサートの時はこれぐらい濃くしようとか、多分そういうの分かってるんだろうけどね、私はちょっと分からん。
あんま出ないからね、てか出てないからね、ちょっとわかんないなって感じ。そう、でもそれはねメイクさんにも言われた。多分なんかそのやっぱテレビとかとやっぱコンサートとかは光の強さが違うから、なんかなんて言うんだろうな、多分そういうそういうのをこう多分使い分けてる。そうってよく言われるよね。うん、そう。でもなんか普段のメイクはもうこんな感じよいつも。あ、普段のメイクはまつげ上げてないから、私まつげ上げるとマジで顔急にさバシッてなんの本当に。多分まつげを上げるた瞬間本当いつも顔濃いねって言われちゃうんだよね。そうだからなんか結構そのこんな感じ。あ、ドボンやらなきゃ、今日終わったんだよねドボン。そうだからねよく言われるんだけどさ、まあ私はねでもそのなんて言うんだろう、別になんかなんて言うんだろうな、うん、普段はこんな感じ。特になんかなんて言うんだろう、友達と遊ぶとかなった時はまあまつげも上げるけど、でもそれ以外はもうこんな感じです。だから自分に何のメイクが合うのか分からん、何のメイクが合うか分からんのよね。だって自分はそれ可愛いって思ってるからさ、やっぱ薄くしてみたりすんの。でもやっぱりぼやけるな自分って思っちゃうのね顔面が。そう、あんななんだろうね、むずいよねそれね。私も教えてほしい本当に。なんかいい感じのメイク誰か教えてくれんかな、誰かに教えてもらいたいなって思うんだけど。ねえ姉ちゃんさあメイク濃い？いつ？演劇場の時とか。劇場？うん、別にそうやんな。劇場とかは別にそんなんちゃう、コンサートとか別にそんなんやんな、光強いし、うん、そんな濃いと思うやんな。うん、あの普通に見たら濃いかも。普通に見たらな、違う、劇場とかコンサート見たら普通、うん、普通ぐらいやろ、うん、やんな、そうやと思うわ。でも普段いた子やろ、まあ、あれは普段にするもんちゃうから。だって帰りとか見ても声が、うん、そらそうや、コンサートメイクのまま帰ってくんねんもん、当たり前や。普段用にしてへんから。でも普段も濃いよな割と、うん、あのまんまやんな、うん、ちょっとばかししか変わらんやろ、まつげが上がっとるか上がってへんかぐらいやんな。あとキラキラが多いかも。ああそうやな、コンサートはやっぱキラキラさせんといかんけんぐらいかな。キラ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 させてるのよ私、目がね水分量がないから目が死んでんの。だから光の屈折で目をキラキラさせているのよ。いいでしょう。私がねこの間劇場の2人の公演の時に塗ってたのがこれだよ。可愛かったでしょあのキラキラ。あ、ドボンが、ちょっと待って。これ見て、キラキラしてるでしょ。バビメロ、バビメロ3番、シュガースターだって。なんかさキラキラが流行っとるじゃんめっちゃ。でさすごいさいろんな人とかがさすごいキラキラつけてて、前どこだっけ、あったじゃん、違うわ、どっかのこうイベントの時はここにねメイクさんにこのキラキラのフォローをねつけてもらった。だけどそのやつじゃなくて、これは普通のあのペペペってなるやつ、こうやつペペペペって塗って、ここにトゥトゥって塗って、あんま塗ったらもうマジが目ん玉キラキラなんて、なんかちょっと昔のギャルさんみたいな感じになっちゃうから、そんなならないんだけど、トゥトゥって塗って、トゥトゥって塗って、こんな感じ。でもこれ普段は絶対使わん。こんなん普段つけててこんなキラキラしてたらびっくりするから。えーってな、パーティー行くのかなって私は思っちゃうから、普段は使わない。これはコンサートとか劇場とかイベントの時とか流行ってるし、メンバーさ結構みんな、あ、危ない危ない危ない、私キラキラさせてるやろ。そう、私は結構それが最近好きで、いい感じ。
そう、キラキラっていい感じだよね、可愛いからね。まあ私普段から結構キラキラは塗るタイプです。もうまぶたもキラキラ。それまではあのなんだっけあれミシャのさあのキラキラをここにつけててんけど、もっとそれより大きいキラキラを見つけたから、そのもっと大きいキラキラを塗ってます。うん、そう、普段はだから普通にあのアイシャドウパレットについてるキラキラとかそのミシャのキラキラぐらいで済ませてる。マットではないですね、私は。マットはあんまり好きじゃないので、キラキラが好きなので。でコンサートとか劇場の時とかプラスアルファここにあのさっきの紹介した大きいキラキラをピピってつけたら可愛い、光でキラキラだって感じですかね。派手派手だって感じですよね。さあビジナの喋ると親近感はよりわりのようでしたんですけど、ありがとう、嬉しい嬉しいわ。そうでしょ、よく言われる、まあ、それはもうそれしか言われん。逆に一周回ってそれやからね、嬉しいわ、ありがとう。じゃあ握手会じゃないわ、オンラインお話し会ぜひまた今度遊びに来てね。まつげ長くなった、だってまつげ長くなった昔よりね。そう、あそれはもうまつげ長くしてるから、あまつげくじゃないで地まつげやけどな。そうそう、そうそうなんだ、まつげね、まつげなんだよね、まつげさん、そうなんだ、やっぱまつげあげて、じゃあ分かった、まつげあげてへんとちょっと顔優しいからかな、まつげあげると顔きつない、姉ちゃん、なんかきついよな、目力が強くない、確かに目力やばいよな、ね、それにマスクしたらマジで怖いよな、姉ちゃんの顔な、ギョロって感じやもんな、あの普通に見られとるだけやけど睨んだよ、うん、それはわかる。しかもちゃんと目見て話すからさ、余計に怖いよな、多分。うん。ずっと話すから。うん、わかる。まつげ上げるとなんか目開いちゃうから、パカーって、パカ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 ーって。そう。結構怖いって言われる。なんか目がギョロって。あ、なんだっけ。あ、そうだ。こないだね、タクシーのさ、あの未成物物語のさ、タクシーツアーを参加してくれた人の時にね、あの。一緒にツアー回ってくださった、あの舞台挨拶の時 MC してくださったあの方がいらっしゃるんですけども、 そう、その時のね、タクシーのそのツアーの時、最後の時になんか会議人みたいなのみんなちょっと喋った時とかにはさ、そ そんな感じの似てること言われたわ、そういえば。マジでね、目力、あだからなんかマスクしてると自分では、ま、マスクしてると輪郭がわからんから、こう顔がちっちゃく見えて私は漏れてるなって思うんやけど、でもそうするとなんて言うんだろうな、目しか見えてないから結構きついの、顔が。だからね、正直ね、私はさっき姉ちゃんと正直なんか自分はやっぱマスクない方が良いっぽい、下半身も見え、顔の下半身も見えとった方が良いっぽいですね。でも私はマスクしとる方がね、漏れとるわーって、ない方がいいですよね。前も言ったけど、うん、言われた、マイシスターもそう言ってるんですよね。ちょっとね、目やっぱさ、目にインパクトしかいかんから、目がすごい中和されんのよな、もう目って感じになるから、顔の下半身もあったらさ、顔の下半身で中和されるやん。けどさ、やっぱさ、目マスクだとね、でもマスクしてると輪郭漏れるから最高、顔ちっちゃく見えるって思ったのは自分だけかもしれんけど、うん、おい、自分だけだよん。まあ確かにね、目力はね、まつげあげるとやばいよね、私我ながら自分でもやばいと思う。
だからさバッチリメイクした時私がボーっとしてるからマジで怖いよな。やばいよな本当に。なんかマジで怖いの。なんかさボーっとする時ってさ目がさめっちゃ開いてるやん、見開いてるからさ、でさ視点が合ってないわけやん、ボーっとしてる時って。そうだからねめっちゃ怖いの顔。これはマジでメンバーにも言われたことある、マジ顔怖いって。ボーっとしてる顔怖いよって言って、これマジで言われた。分家族にも言われるしメンバーにも言われるし。そうなんや、マヤ怖いらしい。でもそうだよな、実際ちょっと自分のボーっとしてる顔を見たことがないから分からんけど、まあ、怖いタイプ。長いなこの試合、長い、終わらんのだけど、もう10分くるんやけど終わらん、長ないこの試合続いてるね、続くね。長いね。目悪いからじゃないだって。コンタクトつけてるよ。目良くないけど、目良くないからコンタクトつけてる。うん。そうなの。寝起きだから頭が痛い。ヘッドがアウチだ。あでもそう、第一印象はめっちゃきつそうってめっちゃ言われるよ。もうよく言われる。第一印象はすごくクールでサバサバしてて喋りづらそうな怖い感じの人だと思っていましたってよく言われます。でもその第一印象がなんていうの、誰かと喋っててっていう第一印象だと違うんやけど、例えばこう私が普通に喋ってなくて普通にいる時、こう、まあ、例えば携帯こうやって触ってる時とか、まあ、普通になんか初めてで、あ初めましてみたいな感じの挨拶だけだったりとか、なんかのなんか時とかは結構本当に先輩にも言われたことあるし、そのなんかすごいもっとクールでサバサバしたこう一人が好き系な、なんて言うんだろうな、なんかこう喋りに食いせベイベーみたいな感じの顔面だとよく言われます。ファンの人にもよく言われる。なんかこんな感じの子 だとは思わんかったみたいな、いい意味か、いい意味の人もおれば悪い意味の人もおるけどね。そうそう、なんかあなんかすごいクールそうに見えとったけど、あすごい喋りやすい感じの子だし、なんか中身こんなんなんだみたいな、冷たいイメージある。それよく言われる。全然冷たくないよ、言われるよね。逆になんかそのクールな感じだと思ったけど、あそうじゃなかったみたいな、クールな感じが良かったのになみたいな人もおるよ、たまにファンの人でね。そうそうそう、まあでもそれは人の好みやからしゃあない、しゃあないねんけど、そうよく言われる、マジで怖そうって。でもなんかメンバーと喋ってるのを見た第一印象だったら絶対 100% そんなことは思うんだろうな顔に関してはかもしれんけど、そうなんですよね。そうなの、冷たそうに見えるやろ。確かに怖そうには見えるかもしれない。いい意味なのか悪い意味なのか果たしていないや、どうなんですかね。いやどうなんだ、いやどうなんですかね。で私は割とコミュ障なんで、そう見えるときついですよね。話しかけやすそうだったらかけやすいじゃん、かけにくそうだったら絶対かけてこんけんさ話なんて。そう、そうああいうの全然おとなしくない、よくしゃべる、よくしゃ仲良くなったらよくしゃべる、仲良くならんと全然しゃべらん仲良くなったらよく喋る、仲良くなかったら全然喋らない。でも仲良くなったって思う定義が私めっちゃ低すぎて、ちょっと喋っただけでも仲良くなったって勘違いするから、全然仲良くなったって相手が思ってなかったとしても自分は仲良くなったと思ってしまうんだよね。
仲良くなったらめっちゃ喋る、口数超多い。ずっとヘラヘラしてる。なんかよくね言われる、なんかずっとニコニコしてるねじゃないの、ずっとヘラヘラしてるねって言われるの。いやなんでニコニコでいいやん、ヘラヘラってヘラヘラってさ、それはちょっとあれじゃない、なんかアホみたいやん。ニコニコって可愛らしいじゃん、ヘラヘラってさ、アホみたいやん、脳的になんかえへへ笑ってる人みたいやろ。違うから、別に何でもいいけど。別に何でもいいけど、ふざけてるのは実際ふざけてるつもりはないねんけど、ふざけてるんやろねきっとね。だからそういう性格なもんで、そうヘラヘラしてるねってよくしてます。本当によく笑います。よく笑うから将来はほうれい線のでいっぱいできたおばあちゃんになりそうです、笑いじわと。でもいいよね、笑いじわある人ってさ優しそうって思わない？だってさ、笑いじわがあるってことはたくさん笑っててさ、たくさん幸せだってことじゃないですか。ということはさ、いいシワだよね、笑いじわってね。すごくそう思う。笑いじわがない人に笑いじわがあった方が優しそう、可愛いって思う。おばあちゃん見てたりとかすると、まあ、綺麗なおばあちゃんとかその美意識が高くてそのシワができないようにってこうなんて言うんだろうな、シワクリームだったりとかヒアルロン酸打ったりとかしてるのもすごいと思うけど、まあ、なんか別にそんなにさ、普通のおばあちゃんはそんなにお金かけないじゃん普通に。だからなんかいい感じになんか笑いじわがあったらなんか可愛らしいなって思うけどね。そう私はね、いいと思う。私笑顔が素敵な人が好きだから、笑ってるニコニコしてる人がいいよね。やっぱムスッとしてるよりねニコニコしてるって方がいいよね、やっぱりね。そう、まあだからプンプンさんとかツンデレさんよりかもデレデレさんの方がいいよね。でもどうしてもエセリフのやつとかってさ絶対ツンデレ風っていうのがあるんだろうね。あのギャップがいいんか、ツンとデレの。そういうことか。私はちょっとあんまりかな。聞いて押されたら弱いみたいな。うん、なんかなツンツンツンってさ、えってなっちゃう。えってシンプルに傷ついて終わりそう自分。デレが来るけん大丈夫。いやそのデレも人の割合によって違うやろ。割とデレが多めのツンデレさんかも、デレたまーにしか出えへんような人とかやったらツン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 、たまーのデレみたいな。ち無理無理、私笑っあもう 笑ってる人がいいかな、やっぱりね。うん、何を考えてんのか分かんないよね。そう、ドボンされたぜ。りんちゃんうまいよね。りんちゃんはもう何でもうまいもん。りんちゃんはうまいよ、いらないことがいろいろと。本当に尊敬する。でも私はあんなに器用には生きられないから。器用なんやっけ、そんな歌なかったっけ。ないかないか、器用に生きられないみたいな歌詞なかったっけな、忘れちゃった。そんな歌詞なかった？なかったか。あったと思ったんだけど。まあでもどこぞにはあるやろうね。こんだけ歌が。いっぱい食べる君が好き、私は我慢なんてしないよ、いっぱい食べる君が好き。わかる
いっぱい食べること大好き。それに対して何も言わないでほしい。もう唯一の楽しみやから、食べることが唯一の楽しみやのに、それに対して何か言われると本当に、えっ、マジで。なんかさ、物は多いけど量はそんなにじゃない。ずっとチョコ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 って。姉ちゃん。ずっとずっと食べるよ。姉ちゃん。うん。うん、姉ちゃんずっと食べとる。でも量は多くない。微妙よ。多いって多いって。いや、多いって前言っとったやん。なんか別にさ、お姉ちゃんそんなの食べてないよなとか言って、え、いや、別に。そんな食べとるけどって言ったやん。最近で。最近の話ね。前の方がひどかった。前の方はひどかった。パン何回食べる？え、でも今日もめっちゃ食べちゃった。一緒に食べた。いや、全然食べてなかったやん。お腹すいた。見てみよ、買ったの。もうな、あんなになくなっとるで。だって夜ご飯が済まってくるけん、夜。そう。ほら。見て。うまいな。もう7時半やん。ちょっと。ああね、うん。調整終了、うん。食べるの大好き。もうそれに対して何か言われるともう本当に。食べることが幸せ。そう、食べることが幸せで生きてるのに。1日3食プラスアルファのお菓子が楽しみで生きてるのに。1日5食ぐらいか。でもさすがにパパにもめっちゃ言われたいんや、お前どんだけ食うねんさっき、あれさっき違うお菓子食べようったらまた違うお菓子持ってきたそれでアイスも食べるどんだけ食べるなって言ってパパにびっくりされとった。って言われとったのにさ、いや一緒に食べるんかいそう、唯一の楽しみ。妹も言われる。でも逆にストレスが溜まったらめっちゃ食べちゃう。うん、でもそれにずっと気づいてなかった。超無意識だった。いや、そんな最初の頃はな。あれが来る、知らん、罪悪感が来る、うん、あー食べてしまった、全然こんだって無意識なもん別に。あ、そっか、うん。でもね、アイドルだからね、こんなに食べちゃダメなんだよ本当は。だってさ、食べてるって言ったらさ、いつもファンの人に食べ過ぎじゃないとかさ、太るよって言われるもん。それ言われるのもちょっと、それでその体型だったら、それもちょっとあんま嬉しくないけど。今70キロですとか言ったらいいなってなる。いや、これ70キロですって言ったらちょっとどこにしまってるんやろって言われるもん、逆にそんな、だから大丈夫、太ってないから。いや、標準ね、標準、うん、太ってないよ、標準って。いや、分からんよ。最近の女の子の標準ってさ、うん、太ってるよね、うん、ってな、入らん。だって見てみよ、最近の街中歩いてる、うん、TikTok、ね、Twitter で見る女の子、足みんな爪楊枝みたいで。大丈夫、私お姉ちゃんはアイドルだから。お姉ちゃんは、お姉ちゃんはアイドルやから。細いけん大丈夫、足。全然細くないやん、足は。全然細くないやん。妹の前が細くないと言うか。細いっていうのは爪楊枝みたいな足の人は言うんだよね。一番いい細さ。あ、それよく言われる、うん、なんか細、なんて言うんだろう、細すぎず、太すぎず、普通ってだからちょうどいいの普通って、普通って、普通が一番いい。普通よりちょい痩せ気味がいいやろ、一番。中の上よ、中の上が一番いい。上が一番細いとすると、中の上が一番良くない。中の上がいい、うん、絶対嘘やわ。なんてよ、そう思ったことがない。よく運動神経良さそうって言われるめっちゃ笑っちゃう1ミリも良くない運動神経バリ悪い。だってリズム感もないんだもん。あれはなんか体力測定みたいなのあるよ、体育で。うん、あった。握力だけめっちゃ良かった長座とかは長座って何？え、それも普通。普通？普通。あれ、毛長いと言うんや。うん、何、あ、どんだけベチャってしても
まあ、確かに硬くても手ビヨーンってなるちょっとある程度はいける。確かに普通だった。あ、でも割とあれは飛べたよ、立ち幅跳び。うん、あれは結構よかった。あ、ほんと？あれは覚えてない。あれ10だった。え、マジ？すごいやん。すごい音するけど。パーン。しかもマットさドリーンってなる。体感シューズの音が。そう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 。そうなんだよね。そう。あれだけ良かった。腹筋も普通。ああ。あの少なくもない。かといって1秒に2回とかな、よくはない。1秒に1回みたいな。うん。標準。7、8ぐらい。そう。標準だった。あと何があった？あ、シャトルランは無理。無理。あと 50m 走も無理。メニューに入るとめちゃめっちゃ足遅いから。びっくり。半歩とかだったか。それも普通。足ぐるってる。え？足首弱すぎ。やばすぎるやろ。なったことないわ、姉ちゃん。だから1ミリもさ嬉しくないんだよ。だって力強い女の子ってどうなん？別にアスリートでもないし、アスリートでもないじゃん。女の子ってさ、弱くなったんじゃない？でももう弱くなったと思う。だって何もしてないもん。昔ギュッてされたら痛かった。うん、それはもうだって運動しよったからな、ゴリゴリに。ラケット持っとったら、ラケット持っとったし、ボールも持っとったしな。だからさ、なんか力強いってどうなん？別にアスリートの人とか力強かったらすごいですねやっぱりってなるけど、力強い女の子って男の子ってさ、楽だか喋り分からない、ドン引きだよね。分からない、力こぶムキムキとかじゃない限り分からんと思うよ。確かに。でももう測ってないけん、もうないかもしれん握力。落ちとるよ、昔ほど。ないと思う、多分25、6じゃない、うん、そんなにあるかな。逆にもうないかもしれない。25ぐらいはあるんじゃん。あるか。そこまでは弱ってないか。じゃあ運動神経悪いから使い方は意味全くもっと使えない。身体測定の時ぐらいしか使い道もないっていう。それな。そう。だからさ、そういうなんかマジでいい、全然いいとこないね。いいとこない。運動神経の悪さ。なんていうの、なんか体幹がすごいですとか、無リズム感がありますとか、足が速いですとかさ。あ、ハンドボール投げた。あ、めっちゃ苦手、れいちゃん。なんであのボールでかいわけって思っちゃう。ハンドボールでけえな、このやつやろ。うん、ピョーンってなっちゃう。中学校の時、真下におったからな、ストーン。あれって食べたじゃん。そう、話しなかった。掴んだまま、ポーンって叩きつけたよね。それで、ポロンってやって落ちた。いや、運動神経なさすぎて。しかもさ、あのさ、助走つけてって言うやん。タンタランタ、いやいや、つけたら余計にタイムで記録下がるんやけど。ね、リズム感がないのよ。あれができんの、だから。え、でもあれ…タンタランとか、あとは、高跳びみたいなやつしてる。あれもできん。高跳び。高跳び？あー。走り高跳び、うん、あれもあのね合わないんですよ、歩数が。あ、反対になるんや、足が。そうで、いつもマジで小学生の頃はタッ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 走っていって、またんぎょった全部。足長いけんってさ、途中までまたいでいけとった。そう、途中までまたいでいけとった。マジでずれ。普通にだから、でもさすがにそれを高学年になってやんりょったら飛びなさいって怒られたから、な、全然記録なくなった。そうなんです。マジで無理。あれ足の歩数が合わん。たったったった、こうやって飛べん、こうやって、こうやもん、ね、うん、飛び方って言ったらもう直進的に走ってた直進に飛ばん。またぐ飛び方しかできんの。こうやって、そうそうそう。だから記録は全然ないです。めっちゃ苦手。小学生以来したことないな、あれ。え、中学校大会あったよ。あった？うん、2、3回ぐらい。え、全然記憶ないんやけど。全然止めてびっくりした。突っ込んでた。あれ？そう。あが本当に運動苦手。うん。マジで苦手。あれ。
から幅跳びとかもさ、こうやってさ、こうやって助走つけたりとかするやん。立ち幅、うん、こうやって膝でこうやってするやつやろ。そう、そういいの。あれやんぎる間にもう分からんくなって、結局ああ全然違うタイミングで飛んじゃう。タイミングがめっちゃ飛べる。あ、そうなんや。姉ちゃん全然やったことない。だからあの助走いつもせーのほい。逆にね、うん、それをやらないっていうやり方。じゃあでもやんりょったら飛べへんもん。タイミングがいつ飛ぶいつ飛ぶみたいな。ずっとこうやっていつ飛ぶいつ飛ぶって結局できんからね。だからもう私はやらん。せーの。それが一番いいもん。そうそうそう。じゃあそれでもそこそこ飛べとったから。普通にそこそこ飛べとったから。長くないよ。普通やって。普通普通。いや、最近の女の子はみんなこんなんよ。細いからな。なんか最近の女の子って足長くない？顔ちっちゃいしな。の、なんかどんどん欧米な感じのスタイルになっててない？なんか昔の日本人って結構さ、こうずんぐりむっくりみたいなのがさって言われとったやん。その、うん、外国の人に比べたらな、手足が短いみたいな。で顔もあんまりちっちゃくないみたいな言われとったけど、最近の子見たらさ、本当にさ、なんか外国の子みたいな顔ちっちゃくて手足長い子が多いよな。細いしな、可愛いしな、うん、びっくりするよ。なんかすごいな、最近の遺伝子って思う。身長も高い子多いしな、女の子も男の子も、うん、でもちっちゃい子も多い。ああ、逆に、うん、そうか。まあでも確かに自分の友達ちっちゃかったわ、自分より。ちっちゃかった。自分よりみんなちっちゃかった。いねえね。一緒になると大体ちっちゃくないって。え？分からん、全然分からん。でも年齢高い方じゃん。60超えとったら。いや分からんよ。その自分の中高の話だったら高い方だったよ。中高。高かった。クラスの中でも割と高い方だった。でも私は大きく見えるのよ。そんな身長ないのに。足が長いから。違うよ、ガタイがでかいから。デスマでかくないよ。でかでかい。だからなんかもうすごいファンの人にも言われる、大きいんだね身長って言われて、何センチって言われたから、あ162ですよって言ったら、ん、意外とちっちゃい、意外とないねって言われる。でも確かにステージおったら大きく見える。大きく見えるやろ。でなんかすごい、姉ちゃんもおんでも見よったらな、大きく見えるわ、うん、なんかでかっって思っちゃう自分のこと。衣装でもいるけど、めっちゃ高く見えるときはすっごい大きく見える。すっごい大きく見えるよね、うん、足が長い。違う、膝の位置高いよ、うん、高いよ。そう、だから大きく、ステージに立ったら大きく見える、うん、だけど握手会とか実際にこう会ったりとかするときにあんまり大きくないっていう。あ、そっか、普通じゃないもんね。そう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 。まあでも握手会の時とかちょっとお立ち台乗っとるからさ、下に10センチぐらいのお立ち台プラスはヒール履いとったりするから、うん、逆に大きいねって言われたら、なんかいやヒールにお立ち台乗ってるからねとかって言ったりするけど。そう、あとさ、メンバーにもよるな。あの一緒にそのイベントやれるメンバーがちっちゃい子が多ければ多いほど大きく見える。あと細い子が、細い子がなんか華奢な子、細いっていうか華奢、横幅がない。そうそうそう、結構エイトの子ね、みんな華奢なんよ。ちっちゃい細い線が子が多いから、余計にそういうこと並ぶと、私がっつりしてるからね、余計になんか巨人に見える。ドーンドーンみたいな。そうよくね、そう見える。手は長いね、短くはないと思うわ、うん、それすごい。手はもう、でも手長いってあんまり嬉しくないなって思った、ダンスしてて。ちょっと人の思ったよりも一生懸命伸ばしたら人に当たりそうとか、立ちって立っとったらとか、あとなんか無駄に帰ってくるのが遅い。手がなんか、なんていうの、踊り方をすごい神経通らせないと、なんかただ単にこうでベロン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 って、なんかなんていうの、わかる、キレのないダンスというか、タコみたいな、タコダンスにってよく昔から言われよった、タコダンスだねって。昔の方がいい。だからな、だから意識するようにしたって言ってるやん。そう、タコダンスに見える。それがすごく苦手な。
でもせめてだったら165欲しかったんやけど、なんで162、別にそんな大きくないんやけど162って、せめても165欲しかった。160170、え、私結構ヒール履くやん、5センチぐらいだから170センチ、いいね、最高だでもなんかじゃ別に普通にヒールあんまり履かなくても165センチっていう感じが、髪でもろポニーテール、団子、ポニーテール、団子、ね、そう、頭伸びたらあかんやん伸ばすなら下半身やろ、どっちかっていうと。じゃああれで、なんだっけ、シークレットブーツみたいなそこまで、それだと普通にヒール履くよ姉ちゃんやって。伸びないね、本当に伸びない。ああ伸びてほしかったな、牛乳があんまり得意じゃなかったからかな。伸びてほしかった私の身長、165センチは欲しかったな。スポッチャトリオ、高身長って好きだったよって、あかりんと経典とえりちゃん、あー遊んだ時か、プライベートで遊びに行ったやつ、あそう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 、いいよね身長、小田ぐらい身長欲しいな。でも小田は165以上あるから七瀬ぐらい欲しいな、七瀬がギリギリ165あるかないかぐらいな、160、なんかこの前真面目に何センチって聞いた時なんか164ぐらいかなみたいなの言っとったから、ギリないっぽい、でも165欲しいなって7センチも言った。そう165欲しいな、抜かされていくかな、いいな、ゆゆよりちっちゃいから身長、ほんとちょっとだけ高いんや、ゆいのが細いからね余計に。待って、終了します、なぜならば充電がもうなくなりますまた途中でまた途中で切れたらやばいんで今日は終了したいと思います。でも結構やったよな、1時間ぐらい話したよな、じゃあ今日は終了にします、じゃあもう充電がなくなりますやばい、もうこの前みたいブチッな電源ごと落ちたらもう終わりやから。それでは10歳岡山さん、12位ナッティさん、11位マックセイトさん、10位秋彦さん、9位ヤングさん、8位キャリア400X さん、7位シンドさん仕事中おファイト、6位キリアさん、5位赤いゾウさんヘナチョコサポートだって、あ、セリセリ推しだって、セリセリ推しだ、あ、29セリと公演またありますよ、見てくださいね。4日マジ4日じゃない、4位近いしさん、3位和之さん、2位タカさん、そして今日の第1位はもっと還暦のおじささん、おじさんさん、ありがとうございます、縮小はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた明日29日の、やばい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 、マジで切れるマジで切れる、24日のギョちゃんセリちゃん公演と、あと3日のティフ、よろしくお願いします。充電がなくて本当に切れる、やばいやばい、もう切れる、あと 3% ぐらい、バイ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 。